1948年、古畑徳也は、日本の政治家、実業家、品野日報社長、新越放送取締役、長野放送社長、衆議院議員、第二次、吉田内閣の停心大臣、松本市長などを歴任した、映画監督の古畑康夫は三男。1898年9月18日、古畑源太郎の長男として、 長野県東地区間本郷村に生まれる。七元太郎は立憲民政党の長老で衆議院議員を11期務めた。旧姓松本中学を経て1923年早稲田大学小学部を卒業する。松本中学時代の同級生に吉田茂内閣で労働大臣、官房長官、民主自由党幹事長を歴任した増田孝師七がいる。 大学卒業後、大阪京里に就職するが、1931年に、父玄太郎が亡くなり、多額の借財が残る。古畑は、大阪京里を退職し、父が社長を務めていた品野日報に入り、副社長として、夫妻の整理に当たる。1935年夫妻の処理が一段落し、長野県議会議員選挙に立候補し当選する。古畑は、 長野県議会の若手議員のホープとして注目を集める。1939年長野県は天候不順がたたって協作となった。長野県は農業保険を産業組合に実施させるとともに国家総動員体制の中に産業組合を組み込むことを目論んだ。これに対して古畑は養産業日本一と言われた長野県においては 養産実行組合が存在するにもかかわらずこれに何ら関与させないとは何事かと時の富田健次長野県知事に抗議を申し入れた。富田知事は古畑らの要請に養産実行組合についても農業保険制度の資格を付与できることとした。しかし同年の県議会議員選挙では選挙干渉によって落選する。1942年県議補欠選挙に 無投票当選する。1946年、第22回衆議院議員総選挙に、旧長野前県区から日本進歩党公認で、立候補し47,374票を獲得し、12位で当選する。選挙後、進歩党総裁に就任した、篠原喜重郎首相の秘書官となる。しかし、進歩党は、まもなく民主党に衣替えする。古畑は、 斎藤高浦と茂原を新総裁に推薦したが、犬飼県、奈良橋渡るさらに青年将校と称された、川崎秀治、中曽根康弘、桜内雄らは、芦田一氏を擁立し、投票で、芦田が民主党総裁に選出された。この総裁選挙がもとで、民主党内は芦田派と、古畑ら茂原派に割れる。1947年、 第23回衆議院議員総選挙の結果、日本社会党、民主党、国民共同党の3党連立による片山内閣が成立特使、石炭国間法案をめぐり、民主党は足田派が賛成、締原派が反対を主張する。同年11月20日の本会議で野党側の自由党が提出した3回同議に、古畑は賛成票を投じ、 民主党を除名される。この古畑の除名がきっかけとなり、茂原派20名は石炭国間法案の採決に際し、本会議で反対票を投じた。民主党執行部は増反した茂原原健三郎、根本隆太郎、田中角栄らを除名処分、離党勧告処分にし、彼らは脱党し、同志クラブを結成した。 昭和23年3月民主クラブは日本自由党と合同し民主自由党を結成する。古畑は副幹事長に就任する。1948年昭和電光銀国事件で足田内閣が倒れると第2次吉田内閣が成立する。古畑は定信大臣として入閣する。同級生の増田講師ならも労働大臣として入閣し、新聞は 同級生揃って入閣と報じた。定衛大臣として在任4ヶ月であったが、その間、定衛省賞を優政賞と電気通信賞に分割した。また、1940年に取り扱い中止となったお年玉付き年賀はがきを復活させている。選挙区の旧長野4区は、古畑のほか増田講師7、上原悦次郎と大物揃いの激戦区で、 古畑も1952年、1955年の総選挙でそれぞれ落選している。落選中の1957年に松本市長選挙に立候補し当選した。通算3期務める。第11大全国市長会長にも選出され、松本、諏訪地区の新産業都市指定や松本空港、開港などの実績を残した。1961年には、 花一杯の会長を引き受けた。1957年に松本市長選で初当選と同時に新越放送の取締役に就任したが、県の市長会、町村会の長を取締役に据えていた。現在はない。1968年に長野放送が創立され、初代社長に就任すると同時に辞任。 1969年の選挙に立候補したが、落選。これを機に政界を引退。以降長野放送社長となり1980年まで、務めた。早稲田大学評議委員や長野県、松本深志高等学校同窓会長を務めた。1995年9月5日死去。96歳。ありがとうございます。